新社会人のあなた、新人歓迎会、美味しいビール飲めましたか GO。 突然ですが、1933年にその母体となる団体が発足した世界的音楽業界団体 IFPI 国際音楽産業連盟っていうのがあるんですね。すいません、私存じ上げておらず、先週発表したデータ、昨年ついにネットなどを通じた音楽配信の世界売上高が CD などの音楽ソフトの売上を超えたということです。ちなみに今なお CD の売上がメインの主要国、フィジカル商品がメインの売上になっているという主要国はナンバー3、フランス 50%、 第2位ナンバー2、ドイツ70%、 ダンケシェン。そして第1位はどうもありがとう日本 78%。 まあ日本はフィジカルが強いんですよ、だから、もうついにアメリカとかイギリスとかなくなっちゃったね、この順位にはね。だってフランスがね、50%、フランスがね、50% ってことはそれ以下ってことなわけですよね、はい、そのアメリカもイギリスもフィジカルが売られてるパーセンテージっていうのがね。これ 78% っていうのは、日本の 78% っていうのは、いわゆるその音楽の総売上の中で 78% がフィジカルで 22% が、ダウンロードってこと。デジタルですね。これは、はい、デジタルってこと。変わるんだろうね、これからね。